ツイッター見た、うまきと肝焼き、幸せボケてはすわせケムシさんいらっしゃい、アンチからパンチになってくれたんだよね、うん、女ボケです、だぜすいません、ごめんなさい、いいやんか別に配信しないよりかはいいやん、買ってきたらダメだろ、ご飯はダメなの、全部作んなきゃダメなの、よくない、つまらない配信ならいらんな、じゃあ見なきゃいいじゃん、なんで来てんの、見なきゃだけの話じゃん、なんで来てんだろうね、困っちゃうよね、なんで暇なんでしょ、おとなしく素直に見たらいいや、黙って、うん、デブならかっこいいあれだす、素直じゃないよね、バカだよね、ミリちゃうでしょ、いただきます、今日これね、あーうまっ、何これ全然違わない、牛丼屋のうなぎと全然違う、うん、うまっ、これは関西風だね、うん、関西風、国産だねこれ完全に、うん、うるさい柴田理恵みたいなやつまた来てる、塩分気をつけてあげてとか、あのさしつこいよマジで、うるさいババア黙れ、いいだろ別に何こうが、やかましいんだよ、うん、しつこい、何回もつけるな、しねえ、すいません、ひどいね何回も枠つけたらダメだ、ダメなの、関西ですってた、すいません、かまってたから多分もう、しつこいなマジで、なマジで、どっか行けよババア、うん、海鮮好きですね僕は、マジでアイテムが上がんなくても僕は配信し続けるメンタルを持ってる、うん、配信が好きだから見てもらいたい、たくさんの人で、ババアには見られたくない、そういう気持ち悪いコメントするやつは、うんね、嬉しいでしょ、いや、アイテム様なくてもやり続けるよ、俺は悪いけど俺好きだから、うん、寂しいでしょ、俺も寂しいから、ゼロワンさんに勝てるわけないじゃん、これ何これ、めっちゃうめえ、なにこれ、うん、キモ、ぼんじり、M ヒデ熱が出たって、 M ヒデがさ NG ワードなんだけどさ、 M ヒデ熱出たって、39度の熱だってツイッターで、バチが当たったんじゃないかあいつな、だからダメなんだよ人にそういうことやっちゃうと、帰ってくるんだよ、うん、クリスマスにドンつけらすこい、ありますありがすマリッチャ、ありがす、帰ってくるからね、ダメだよ、うん、Mハゲコロナ、肝焼きうまいね、あ初めて食ったかも、出身はね、どこね、あ埼玉ね、誰に暴露する、あのね、札幌駅だって知ってる、そいつが俺のこと暴露するらしいよ、マジうるせえなと思って、
その暴露の内容次第ではみっちゃんが怒ってね、別れるとか言うかもしんないよ。どうすんの、お前のせいでみつがもう信用できないせいちゃんバイバイって言われたら嫌じゃないね。言ってねえよマジで困るよ、うん、あいつ嫌いでしょ。俺も嫌いなんだよ。池田嫌いな人お願いします。どれぐらいいるの池田嫌い。見たくもない、気持ち悪い。みんな嫌いでしょ。ほらやばいじゃん、気持ち悪いね池田。いらないくね、ブロックする。俺もする。顔がね、下品すぎるよね。気持ち悪い、汚らしい。うん、つまんねえしな、気持ち悪いね、マジで。ふわっちにいらないよね、マジで。ずっとさ、粘着されてんだよ。あー、分かってくれる人と助かるわ、マジで。それだけでホッとした。うん、恋文ねえのにね。うん、ストーカーやマジで。助けてマジでみんな、これ大丈夫、どうしたの、割りマジ北海道の恥、それな。うん、食べて。なんで暴露されるの、何を、わかんないんだよ。うん、早くしてくんねえかなと思って。うん、毎回爪甘いんだよ。そうなんだよ、毎回爪切れてないんだよ。うん、あ、野菜あるよ、ほら。スバニャンの乳首、うん、椎茸美味しい。怒られるぞ。大丈夫、俺ブロックされた。この前 TikTok でコメントした、ニャンツバって入れたら TikTok でブロックされた。許せねえよマジで。同じサイトでな、そういうのな、うん、いがみ合うのな、悲しいよな、マジ。ふわっちなんだよ、だからスバニャンにブロックされた、悔しいよ。うん、黒びかりしてる、汚ねえ乳首出しやがってあいつ、ほんまに黒歴史な。うん、また配信してすいません、うん、女性リスナーさん離れたと思うじゃん。あのね、逆なんだよ。彼女ができた、できたじゃん、男性リスナーさんが、あの戻ってくると思うじゃん。あの女性リスナーさんしか今んとこアイテム来ていない。なんでなんだろうね、もう不思議な現象が起きてる。彼女ができても、あの応援してくれる人は女性ばっかりなんで、うん、見せてあげたい、フォロワーランキング。ずっとみつみつ言ってる時もずっと女性リスナーさんがずっと投げてくれてる。うん、あ、これにとってそう、そう、みっちゃんがねめちゃくちゃいい女すぎてめっちゃ面白い、多いんだよ。そう、性の対象じゃないんだよ多分これね。ガチ恋とかいなかったんだよ。うん、その中からね付き合ってくれるってすごいよね。ガチ恋じゃなかったのに、いつも奇跡が起きて、うん、すごいよね。コラントって聞いてるよ、だいぶ肩こらない。
みっちゃんは配信してるのけ？してないね。せいちゃんにみつが見たいんでしょ。俺マジでね、ここ数年男性リスナーさんがあんまいない。ほとんど女性だね。ふわっち自体投げてくれる人って女性リスナーさんばっかりじゃない？男の投げ師ってあんまいないよね今ね。うん、女の人ばっかりだよ俺。俺もだけど、うん、そうだから心配しないで、うん、女性多いもんね、うん、男性リスナーさんはねダメだよ結局。女性の方が投げてくれる。若いでしょ。ネックレスは市長さんに買ってもらったんだよ。うん、機長さんにご覧とって知らないの。ゆらちゃんってさ、うん、ゆらちゃんって前にさ飛行機のマークついてなかった？俺の勘違いかな。飛行機のマークついてなかった？ついてたよね。あ、プロフィールに書いたのね。あ、プロフィールに書いてたんだ。で消したってこと？なんで消したの？なんで消したの？なんで消したの？アカウントについてたよ絶対、名前の後ろに。ついてたよね。いや機長さん休んでないよ。お城辞めたわけじゃない。なんで俺さ、多分ここにいる900人の方ほとんどがお城辞めたんじゃないかって思っちゃうよ。おしマークがついてたのに消したら。せいちゃんと機長さんの、うん、なんでって心配しちゃう。余計な心配しちゃうよね。ちょっとそう、お城辞めたのかと思っちゃういろいろあるの更新の書き忘れ。ああね、心配性だからさ。ゆらさんね、俺覚えてるのすごくない？記憶力こんだけさね、いっぱいいる中で覚えてんだよ。すごいでしょ。褒めて。うん、あったの？ごめんなさい覚えてないわ。市長待ってる？あったの？キコーナで。誰？もしかして男の人と一緒に来た人？息子さんみたいな人と。いきなり配信始めた人？機長さんと政治に会ってきたっつって。もしかしていきなり配信した人？違う？あ、旦那さん。あー、うざかったわあれ。ごめん、マジうざかった。わざわざ来てくれたの嬉しいんだけど、機長さんと政治に会ったっつっていきなり配信アイテムくださいってやってたでしょ。あれうざかったわ。俺注意したんだよ。ああいうトツやめて。うん、ああいうのはうざいわ。うん、やめて。切ってすぐ。そういう人いるんだよね。うん、売名やめてよやめてよ、飛ぶわけねえじゃん。
そんな配信してもいやー、だから機長とせいちゃんリスナーの無料アイテムが欲しかっただけってなっちゃうよね。結局会いに来たのが何のために会いに来たのってなっちゃうよね。やめてよー、ああいうのは切られるよ。メンタルやばいね。普通の人できないよそれ。配信者向いてるかもしれないね。すごい度胸してるわ。うっすらできないわ、それは。向いてんじゃない？やばいな。普通の人できないからね、それ。あ、配信してないからね。まあ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 。やるんだったらやるで、やんないとやんないでさ。やった方がいいんじゃない？でもそんな度胸があるんだったら、やった方がいいよ。普通はできないけどね、そんな。メンタルいってるよ、だいぶいっちゃってるよ。サイコパスなんじゃないの。あ、リズ戦なんだ。やめた方がいいよ。だから、まあ外したんじゃない多分。でも、ね、いるんだよ、そういうやつ。言っとかないと。マジでいるよ。リア突してさ、写真一緒に撮るじゃん。そのサムネをさ、写真をサムネにしてさ、あの配信しだすやついるんだよ。そんなのさ、ダメだよ、じゃあ。いるんだよ。何のために来たのみたいな。一緒にさ、助見さんなんかさ、あ、今スイちゃんと区長さんと一緒にいるのみたいな感じで、見ちゃうじゃない。俺はさ、客寄せパンダじゃないんか、ないんだろうね。そんなんで疲れたくないよ。あ、噛んじゃってさ。あ、1秒で切ったんだ。絶対嘘。絶対1秒じゃねえから。だって俺その配信見て、なんか、ハト来たもん。はい。しつこい、すいません。あ、密に怒られたんでやめときます、この辺で。すいません。ごめんなさい。やめときますね。すいません。パンダじゃなくてカバー、客寄せカバー。もうね、リア突やめる。そういうことする人いるから。うるせえ、うつれてめえ。なんでしゃばらない。みっちゃんがいなかったら俺どうなるか知ってんのかてめえ。甘い目嫌いドンつくからね。あ、ありやす。そうだよね、ダメだよね、そういうのはね。せいちゃんアンチが来たから話しただけ。やめて、そういうのは嬉しくないからさ。売名モカ、何売名モカのことかばのに、あ、誤爆モカのことかば、なんで他のリスナーのことだったか、すいません。すいません、ごめんなさい。もう言わないじゃん。もうやめるわ。リアトツマチやめます。二度とやんない、こういうトラブルが起きるから。売名する気ないのに、なんで写真使ったの、なんで。人が来るの分かっててやったんじゃないの。違う。何のために俺と機長の写真使ったの。いや、なんで。いや、なるよね、なるよね。売名でしかないよね。なんで写真使ったの。かっこいいから、ねえ、アリアスリース。
そうでしょ、カバトいるのかなって枠開いちゃうでしょ、それを狙ってるんじゃないの、タイトルだけ。そうなの、あ、かわいそうだ、確かに赤出ししてるから。大手じゃないっつってんじゃん、あれどこが大手なんだよ、多分40過ぎのデブのおっさんじゃねえかよ、うなぎ食ってるだけだよお前、どこが大手なんだよ、言ってみよお前、大手大手って何言ってるよお前、え、ゼルワンとパルがやってねえだけだろお前、見るわけねえからだろお前、違うの、そうでしょ、あ、ゆらさんもういいよ、うん、分かったから、うん、俺が悪かったよ、うるせえ59号ってしね、深いな、出てけ、ミツだって笑うだろ、え、エルボーが面白かったんだよ、エルボーが、お前らつまねえと思ったけど、ミツは笑ってくれたんだよ、短いから手が届かねえだろ、またか、なるガッツくれ、今日機嫌悪いし、ちょっと一日家にいて羨ましい、そう、暴露されるんだって、わかんない、それがわかんないんだよ、内容によってはさ、あれじゃん、ミツの信用を失ってさ、ねえ、ちょっと生態本当なのこの話ってなってさ、ねえ、なるかもしんねえじゃん、あ、ツイッターにご飯上がってるから見てね、193どれ、うん、どこどこ、193なんか言ってる、あ、これダメだね、うん、これはもうサイレントバルス、チクリス J じゃねえんだよこのあれ、あ、イラさんも大丈夫だ、葉っぱ使って戻って、葉っぱ使って、俺が録音しちゃったからさ、あの、帰ってくる人いるよ、それでも気にしないんだったらアカウント出してもいいけど、今は葉っぱ使ってコメントした方がいいんじゃないか、うん、今はね、今日はもういいんじゃないか、アカウント出す必要ないんじゃないか今日は、うん、大声出したらすいません、うん、ね、ちょっと 目立っちゃうと叩かれるからさ、俺も守れないからさ、うん、ごめんね、葉っぱ使って今日は、あ、もうキツネにするか、めんどくせえからなあ、なんでタヌキでやってんのこれ、そうだよな、キツネだったら全然そんな今のトラブルはなかったんだよ、キツネにするかな、録音するし俺、うん、なっちゃうしね、
そんなにアカウント出す人いねえしな、そもそも。アカウント出してくれる人どれぐらいの？風船お願いします。風船から始まるアカウント出し、赤出しリスナーさん、はい、一人、ライトさん、はい、ベガースちゃん、ダイちゃん3人、マリちゃん4人、ルカネ5人、シノさん6、一番モス6、7、ミルキー8、ルメールさん、10人、エリカちゃん11人目、マリナちゃん12人目。はい、風船のお願いします。キツネでやるか、キツネでやるか、同じ人が投げちゃってるこれ。うん、そんないないの、出したくないか、やっぱりキツネでやる。13人、あ、カルチも来てくる、14人ぐらいか。あ、キツネでやるか、意味ないもんな。うん、あ、これさ、俺思ったんだよ、キツネでやる人なんでキツネでやるか、俺みたいにアカウントを出したくないリスナーさんがいっぱいいて、こうやってやった時にアカウント出してくれない人がいっぱいいるから、わざとキツネでやってんのかな。恥ずかしいことじゃん、アカウント出せない人がいっぱいいて、匿名でしか書けない人がいっぱいいるわけって、配信者からしたらね、めっちゃ恥ずかしいわけじゃない。だからキツネでやってんのかな。だよね、リスナーを守るためもあるけど、自分の配信者のプライドを守るためでもあるのかなっていう。こうやってアカウント出せなかったらこっちも恥かくわけじゃん、ね、お前少なみたいになるじゃん。うん、あ、金ちゃんもあっち派だよ。うん、大丈夫大丈夫、そんなのいちいち気にしてらんないよ。誰々がどっち派とかさ、そんなの気にしてられない、いちいちめんどくさすぎて。うん、迷惑だよ、どうでもいいね、勝手にやらしといたら。俺そこまでケツの穴の小さい男じゃないから、うん、ピンチはチャンスだと思ってるから。うん、なあ、ふわっち終わってるまで、え、ふわっちと、ふわっちが1、2がカバだって、なん、どういう情報、ほんとだ、ふわっち閲覧1位と2位がカバなんだけど、おい、カバ、どっちのカバがあれなの、ツートップ、ママとカバオくん、カバママ、親子じゃないですからね。ええ、カバッチだこれ、オワッチ、人間が来てないまだ。なんで1位どうにかして、どうにもできないよ。うん、フワッチのカバ好きなんだ、みんなカバが、ヒデマもカバって言われてるよね。うん、親子じゃないよ全然。いや、もうそれだよこれ。ん？何食べてるかって？ツイッター見て、ツイッター。違うよ。ツイッター見てくれ。ツイッターチェックして。ツイッチャー、ツイッター。こんにちは、家事しながら聞いてます、どんつくらつこい。あー、お姉さま、ありがとうございます。ツイッター見てよ、ここでさ、ご飯を見しちゃうとさ、ツイッター見なくなるよ。うん、ツイッター見て、もっと関心持ってツイッターに。うん、止まんな。おかしいなぁ、30分経ってさ1万いってないんだけど、
止まんなぁ。でもさっき3万円飛んだんだね。3万円動かない。4時間で3万。さっきね、うん、やるでしょ。手抜きじゃねえんだよこの野郎。俺がうなぎ食いたいっつったんだよ。いや、家でうなぎ作れんのかよてめえ。おい、作れんのうなぎ。どんつけ扱い。あ、イエス。うなぎ取るところから始めないといけないの。うなぎ4とこ行って、あのさ、ちょっと待って、原田さんのうなぎ、天然うなぎ、俺食ったことあるんだよ。一緒に釣ったんだよ。あのさ、天然うなぎ食べたことある？ゴムやで。天然うなぎマジで硬いで、ほんまに。この音は気にしないで、気にしないで。気になる？いや、蒸さないからっつったって、すっごい硬いよ。天然うなぎダメだわ、あれ。養殖しか硬いんよ。うん。養殖なんか絶対美味しいって。うん。下処理もあるしね。まずいっていうか、まあ、うなぎの味はするんだけど、食感が全然違うね、うなぎ屋さんのうなぎと。天然っつったらさ、美味しいのかなって思うじゃん。うん、美味しくないよ。うん、そんなに。いや、美味しくなかったよ、食べたけど。うん、天然は硬いよ。みっちゃんの料理じゃないんだよこれ、うん、買ってきてもらったの、お出かけして、みっちゃんうなぎ釣ってきてないね。うなぎめっちゃうまい。これさ、パンパンになっちゃうよこれ。うなぎ食ってさ、うん、あ、世界一うまいから丼作ろう、来い。いいんすか。絶対爆投げしてでしょこれ。もうオーラが出てますよ、徳目さん。オーラがアカウントにもうオーラが出てます。これレベルね、リスナーレベル100の匂いがプンプンしてます。いいんですか、まずさんから。ありがとうございます。まずさんによろしく言っといてください。ありがとうございます。今度まずさんにあの売名しに行きます。よろしくお願いします。やっぱね、北海道の配信者したら札幌行きであり、世界一のマウですよね。マウしか勝たんと思います、北海道だったら。一部とよりもあのやっぱり札幌行きでありもやっぱマウくんで、うん、そこの売名いっていいですか。ありがとうございます。うん、いや、ブーちゃんはまた別じゃん、ジャンルが。男だったら世界一のマウが一番面白い。うん、だってさ、札幌池田、うーん、誰あの子、綱に似てる子、一部とくん、世界一のマウやってたらみんな誰見る。俺は世界一のマウだね、ふわっちに。この3人しかやってなかったら、
マウでしょ。あ、マウさんだよ、すいません。マウさんですよね。うん。いや、ブーちゃんは関係なく。うん。池田見る？マウちゃんでしょ、やっぱり。うん。マウが一番面白いんじゃない？世界一のマウ。馬じゃない。マウ。ミスターギリギリさんね、わかんないわ。そんな人いるんだ。興味ない？あ、誰も見ない。うん。多分俺の配信にすげえ影響されて、なんか始めたらしいよ。最初。なんかマウさんのリスナーさんが、お前さ、セイジとめっちゃ似てるよ。でも配信やった方がいいよって。それから、なんかところてんみたいに押し出されるようになって、配信始めたらしいよ。マグさんのリスナーさんがね、俺のリスナーさんで、お前なんか聖地と被ってねみたいになって、お前多分当たるんじゃない、配信やったら。うん。で配信始めたらしい。うん。波がある。うん。似せすぎだよね、多分ね。寄りすぎ、寄せすぎちゃった。はあ、見て見て。うん。マウ、俺の弟分だから。うん。あ、卵味噌さんもいるね、北海道で。あの人も面白いよね。うん。ほら、北海道結構面白い人いっぱいいるじゃん。うん。ミスター森、誰だこれ。うん。ずーっと食べてるわけじゃないよ。4時間さっきやったんだけど、ずーっと食べてないよ。あの、朝の何時にやったっけ ?8 時半ぐらいからスタートしたのかな。9時ぐらいか。9時ぐらいからやって、朝ごはん食べて、昼ごはんこれ、ま、過ぎてんだけど、2時なんだけど、みんな3食食べるでしょって。だから配信時間長いのよ。長いの。だからたまたま俺のご飯タイムに来てるだけだよ。ずっと食べてるわけじゃないよ、4時間。うん。朝ごはんは朝ごはんで一回終わってんの。で、これ、お昼ごはん食べてるの。うん。福岡行くんだったら、エミタル今枠やってるから聞いてきな。ラーメンどこが美味しいですかって。俺、神戸ナウなのね。ね、福岡そんな詳しくないのよ。うん。ルイジやってるから、聞いてきなよ。そっか、あの、久留米にいるんだよね、この人たち。久留米にいるから。うん。知らないの。うん。エミタロ見てあげて。うん、間違えてるよね。知らんがなだよね。でもあの福岡のあの博多のね、屋台のラーメンは食わない方がいいって聞いたよ。なんでか知ってる？そのラーメンに使うねお水がね、なんかよろしくないみたい。あんまり公園とかでね、なんかあの汲んでくる水らしいよ。うん、あんまりいいお水を使ってないらしいよ。人から聞いた話だか分かんないけど。だからあの地元の人はあんま食べないらしいよ。うん、豚骨ラーメンね、有名だけど。うん、屋台の水道設置されました。あ、そうなんですね。あ、でも本当だったんでしょ。前は地元民は食べないらしいよ、お水がよろしくないっつって。うん、今は改善されたんだ、衛生的にね。うん、屋台はね、やっぱりどこもそうじゃない。ほら、どっかのお祭りとかでさ、敵屋さんがいっぱい並んでるとこあるじゃんね。
お水とかって俺見ちゃったもん、子供の頃たこ焼き屋さんとか焼きそば屋さんとかお水をさどうしてんのかなとか子供ながらにちょっと俺疑問になって、あの屋台で敵屋の人がお水をさトイレから汲んでくるとか見ちゃったんだよ。マジかよと思って、うん、そういうの見ちゃうとさ俺ちょっと食えなくなっちゃう。うん、洗い物とかだったらまだいいけど、それをさね料理に使ってるわけじゃん、そのお水を無理じゃね。うん、トイレの板板とこから見てます。どん作らすこい。あ、この人どっかで見たことある、違うかな、ルイジさんのなんかリスナーさんの名前めっちゃ似てる、違うか、違うか、同じ、たまたま一緒の名前か、ありやすい。うん、ね、食べに行けなくなっちゃうね。で見ちゃったんだこれ。あ、あるの専用で水道が今。うん、うん、水は大事だよね、やっぱ料理にいい水を使ってもらいたいよね。うん、僕整形してないですよ。うん、甘味噌豚骨スープに入れて見たことやばいな、それはやばいわ、それ写真撮ってツイッターに上げたらバズるね、動画でもね。神戸の水ってどうなの、有名なの、美味しいの、外食リスクあるね。そうなんだよ、外食はマジで何やってるか分からないかね、裏で疑った方がいいよ。うん、本当に思う、それは。大手チェーン店でもちゃんとマニュアルがあっても、そのアルバイトたちがサボったり変なね、ドキュンがバイトしてたらマジで信用なんかないからね。頑張ってください、どんつくらすくい。あ、この人は、ちょっと待って、あのさ、爆投げてたんだよね、どこの投げてたんだっけな、超有名な方ですね、あります。見てくれてるんだ、あります。超有名な人だわ、見たことあるわこれ、ヘッタルさんじゃないですね、バック投げした、シャラスか、シャラクさんじゃないですね、すごい人だわ。誰だっけなと思って出てこないわ。いや、レイカさんじゃないです、うん、大佐さんじゃないです、いや、会長さんじゃないです、うん、すごい人来てくれた、誰だっけ、思い出せないんだよな、大手さんも大手なんだよな、大手さんも確か女の子だったっけな、女の子の枠どこだっけな、うん、鈴木さんじゃない、うん、いくらから投げ師さんになる、うん、トータルでってこと、その日に使う金額ってこと、10万投げたらもう爆投げしてね、10万で10万なんか投げてくれる人いないよ、うん、10万だよ、うん、いないよ10万投げてくれる、うん、チキンね、
今ふわっちってそんな景気よくないから、すごいよね10万で、うん、おおってなるね、うん、いや今だったら花火1個でフォロワーキャンペーンやってますね、ええ、花火1個で今の方フォローしていいのかもわからない、ちょっとあのなんていうのいいのかなっていう感じになる、うん、恐れ多くていいのかなって、うん、いや外さないよ外さないよ、外さないってずっともだよ、フォローしたらしないから、めっちゃ信用ないんだけど、外すからだけだよ、いやそこをなんとかお願いします、あーこの前外してごめんね、謝る、ごめんね、もう一回じゃあ花火1個投げてくれたらフォロワーします、1個でいいね、外されたかも投げない、お願いします、そこをなんとか、うん、あのフォローしてくれる人がマジ少なくなったね最近、マジおすすめ規制きついな、もう1面しか来てくれないわ、フォロー3人だぜ昨日今日さっきの配信3人やで、いつもおすすめ、乗ってる時30人、いや多い時で50人とか毎日、うん、ずっともしか来てない、ハートアルビドンつくらすごいありがとうございます、ハーチありがとうございます、ハーちゃんなんかしたんだろうね、おすすめ来てたよ、3人しかフォロワー増えてないで、正常ゼロは外すからめんどくさい、すいません、うん、フォローしたくない、なんかしたんだろうね、うん、では潜りますドンプクラスコイ、ほらあフォローされたんだけど、嘘でしょ、ありやすフォローされた、爆投げさんに嬉しい、ありやす、いいんすか、これはちょっとね恐れ多いですよ、本当にいいんですか、ずっともですね、仲間が増えた、これはでかいよ、この総合フォロワーはでかいよ、何にも痛くない、あのお前には投げないとか言ってるやつ、絶対もともと投げないやつだから、何にも思われても何にも思わない、うん、バク投げさんに笑われた、認められた、やっぱりふわっちは政治だよって、そうなんかメッセージがなんか伝わってきた、ありがとうございます、これねご覧とって検索してどこでも売ってる、これ、まあ、ピンキーだけどね、1万とか2万とか3万とか、あプロ野球選手もつけてる、プロ配信者もつけてる、機長さんも最初つけてたんだけど、元カノにプレゼントされたやつで、元カノが機長さんがね、なんかつけてんじゃねえよ今すぐ捨てろって、なんか人宛てにメッセージが来てムカついたから、その配信中に捨てた、ゴミ箱に、車のゴミ箱に捨てた2万円、そしたら機長さんリア突で60万のネックレスもらってたよ、あそうあれも元カノにもらったんだって、つけんとってって言われたんで、コラントって、うちが買ったコラントって、もう別れたしつけんといてって、分かったじゃあ捨てるわ、ブチーンって取ってこれを自動車のゴミ箱にバコンってぶち込んで
で俺が買ってあげようと思ったのね、新しいコナントッテを希少さんに買ってあげようと思ったら、リスじゃあこれ拾ってねえよ、買ってあげようと思ったら、あの希少さんのマダムリスナーさんに60万のレックス買ってもらってたよ。60万のネックレス。うん、いいことあんだね。うん、俺が買ってあげようと思ったのよ、あの元カノがうるせえからさ、つけるなとか今すぐ捨ててくれって言うから。かわいそうじゃんこんなの。別に男なんてさ、元カノからもらったやつなんて何も持ってないのよ。しかも機長さん彼女いないじゃん。彼女がいたらそりゃ彼女に申し訳ないなってなるけど、別に元カノと別れて新しい彼女ができるまでは別につけといてもよくない？それが嫌なんだって元カノさんが、機長さんの。うん、返せとは言わなかったけど、返せとか言ってくるやつ嫌だよね。付き合っててさ、プレゼントされてさ、めんどくさいよね。あ、視聴台丼作らすく、うざくね。あーありやす、あみさん、あれうざいよね。貴重さんとこか、あのガチ恋多いで。あーガチ恋だ、ガチ恋半端じゃねえだ。彼女作ったらあかんぞマジで。ジャニーズだからねあそこは、マジで気楽も半端ないで。まあ俺とタイプが違うから、うん、そりゃそうだよな、うん、俺はエンタメやからさ、うん、彼女作れないよ。だからかわいそうだよ彼女作れない。うん、暴露されたら終わりだね。実は機長さんと裏で付き合ってました。エッチもしてました。あの機長さんはやっぱりガチ恋多いから、あの配信で言いませんでした。うん、でも機長さんだったら、今の機長さんだったら乗り越えちゃう。多分何があっても。あの子は炎上しても大丈夫だよ。うん、ネタにしちゃえば、開き直っちゃえば。ああそうですよ。付き合ってましたよ。ダメなんですか？そしたら一人になったっていうのは証明されて、またね、あ、じゃあもう今本当に彼女いない状態なんだ、また応援してくれると思う、うん、彼女いてもいいよね別にね、裏でね。うん、なんて枠荒らしに来さすのやめてください、迷惑です。あなたの発言で営業妨害なんだわ。いい加減にして。どこのリスナーさん、謝りに行くわ。じゃあ直接その枠主にも。どこの445さん、どこの枠荒らしちゃったかな、教えてくれる？445さん謝りに行くわ。どこ荒らしたの？俺がなんか言ったの？俺誰？うなぎよ、なんで荒れたの教えて。うなぎよ、迷惑がってたの？本当に迷惑だって、荒れてないってよ。うん、荒れてないってよ。うん、すいませんでした。じゃあ直接コメントしに行くわ。うん、すいませんでした。ハトいらないって、修行してるからね。俺のうなぎを食べてくれと
ょっと今あんまうなぎないからあげれないけど、来年焼いて蒸した、ね、焼き方がうまくなったね、上手になったね、うなぎ食べさせますから、ゆりさん、ね、その時は言って、その時はうめえって言って浜田芳生のうなぎうめえって言って、うん、ね、その時はね、あれですね、ゆりさん、なんかあいっぱい来たよ、みんなでね、ちょっと枠取り出します、なんかね、電波がね、ダメ、皆さん、あのこれさ、ウィンターアイテム、その時こうやったディスって、あいつのやっぱゴムだったっつって、ちょっとね、ウィンターアイテム投げれないから、ちょっと枠取り直していい？何ウィンターアイテムって、ウィンターアイテム投げください、よかったら、あ、イベント出てんの、なるほどね、そういうことね、鳩か、鳩うぜえな、誰だよ、ごめんなさいね、変な鳩飛んじゃって、うなぎおじさんね、アイテムの話はもし、何アイテムの話って、何の話してんの、何の話、何アイテムって、じゃああれでしょ、イベント何つうのついてなかったからでしょ、枠切ったのは、うん、イベント出てるのにイベントほらチェックしてなかった、エントリーしてなかった、あと電波が悪いって言ってたじゃん、うん、そうでしょ、うん、そうでしょ、うん、付け直した、じゃあ、あのうなぎ用に無料アイテムお願いします、皆さん、うなぎ用が枠つけたらしいんでアイテムお願いします、ウィンターアイテムのね、無料アイテムあげてください、これね、これ皆さん置いてって、すいません、来年ね、もう一回あのいじっちゃったんで、来年無料アイテムお願いします、前に壊せますから、取り来て食べに来て、直接よかったら、うなぎ、ハマグリもあるからね、ハマグリは間違いないからね、うなぎは薬味です、これでいいかな、ハマグリは、これでいい、うん、カバーリス結構役に立つでしょ、うん、アンチもいいけどね、うん、ファンタが欲しい、ファンタはあげれないよファンタはだって稼いでねえもん俺そんなに、まあ全盛期だったらあげたけど、うん、ファンタはちょっと自分のリスナーさんに言ってもらいたいかな、ちょっと、だって俺がファンタ欲しいぐらいでも、自分のリスナーさんにファンタもらってたらいいけどね、イケイケどんどんだったらいいけど、上がってないもん今ファンタ、うん、うん、やめて、ね、無料行ったらいいじゃんね、いっぱい行ったら、あ、彼女とね今度行くわ、じゃあいつとね、うん、あ、でもダメだ、原田さんのうなぎ食わそうとするでしょ、蜜に、あー、すぐ蜜のさ、蜜絶対かわいいじゃん、狙われそう、うなぎ用に俺の蜜が間違ってなんか入っちゃいそうじゃない、蜜の、原田さんのうなぎがズボって入っちゃう、合わせたら、うん、怖いよ、なんか近づけたくない、ハマグリね、送ってくれないんだよハマグリなんか、前送ってくれたんだから、うん、ヨシキのうなぎはぶっといね、多分フワッチ1じゃないか、あのルイージよりでかいんじゃないか、
多分フワちゃん一番でかいと思う。ヨシキのうなぎは、うん、いや、あのね、アラブルアイちゃんいるじゃん、あの子が言ってたよ。あのヨシキとほらエッチしたことあるんだけど、アラブルアイちゃん言ってたよ、めちゃくちゃでかいって、うん、しかも格闘家だからすごいんだって性欲が。そう、流出もしてるでしょ、でかいんだよ、めちゃだ、でか嫌いってもんじゃないからね。うん、いい加減したらすいません、ごめんなさい、嵐になっちゃう、これも。あ、投げてきてくれたアイテムありがとうね、うん、僕は小さいですね、埋まってます。あ、喜んでた、よかった、みんな優しいね、みんな投げてくれる、うん、あ、でかいの好きなのヤリマンかもね、確かにヤリマンはでかいの好きだよね。あ、それあるかも、その説。ヤリマンじゃない女の子は別に大きさは気にしない。エッチが好きな子はでかいのが好きって言うよね、うん、だからミツはね、別に僕の大きさで満足してくれるって思う、うん、ね、うん、いや、満足してると思うよ。エミタルもやりまんでしょ、でかいの好きなんだよ、うん、満足してるよな、みつな、ノーコメントです、ノーコメントです、満足してないのかな、返事がないようだ、うん、恥ずかしいのかな、うん、下にいる、満足させてあげるか、おもちゃでも使ってさ、おもちゃ使うか、うん、なあ、ウーマナイザーとかさ、ピンクローターとか使ってみるか、機械に頼るか、ちょっと、うん、ダメ、使っちゃう、使ってさ、それで満足しちゃうと一生俺のうなぎで満足できないよね。寒い？大丈夫？うん、ダメだよね、チートはね、だからダメだよ、それに頼っちゃうと、うん、ダサいよね。下ネタ多くなったってことは、あのネタがないってことだから、配信者はさ、下ネタが好きで喋ってんじゃないんだよ、ネタがないから下ネタに頼っちゃうんだよ、知ってた？みんなそうでしょ、下ネタと人の悪口だったら永遠に喋れるでしょ、うん、ネタがないんで終わります、じゃあそろそろ、ネタがないんでいいですか、終わって、知らなかった、こいつあの下ネタ多いなと思ったら、あのネタがないってこと、雑談の何にもない、うん、そういうことなんで、うん、あ、こいつ下ネタ多くなってきたなと思ったらそういうことだ。ゼロはもうそうでしょ、下ネタと人の悪口は永遠に喋れるんだよ、うん、だから人の悪口言ってるやつらはネタがないってこと、うん、そうなんだよ、俺もそう、ネタないよ、お金ないよ、もうあれだけど、ネタないよ、だからコラボが多いんだよ、クワッチの配信者、ネタがないと、あと便乗しかないでしょ、今イギリスとか便乗してるでしょ、何、アイリさん、アイリさんっていうゴールドのね配信者さんが
あのリスナーさんと付き合ってたらしいんだよ。それで370万か60万貢がれて、なんか音信不通になったと。うん、なんかちょっとねえ、そういう事件があったらしくて、うん、男がなんかダサいよね、あれ。ちょっと自分でさ勝手に見ついただけでしょ、好きになって。で付き合ったとかさ、会ってもないのに付き合うのがまず悪いやん、男が。俺だったら300何十万って貢ぐ前にちゃんと会ってね、セックスしてさ、それで初めて付き合ったってなるのに、会ってもないのに勝手に貢ぐ、お前が悪いんじゃねえの。後から言われてもこれこれさんに言ったところで、うん、そうでしょ。付き合ってないんだよ、だからそれ。うん、なんか色恋かけられたか知らないけどさ、騙される方が悪いんじゃないの。うん、そうでしょ。あの女の子は悪くないよ。うん、ダサいよね。なんかその金をどうしろっていうの、返せっつってんの。返せって言ったらめちゃくちゃダサいよ。うん、あれで男の方を擁護するやつはバカだよ。うん、見返りとかさ求めるやつはダサすぎるよ。うん、50万円でもいいから100万円返してほしい。俺が返してやろうか、じゃあそいつに。なあ、あ、金なかった金あったらよかった。うん、ダサすぎるよ。うん、ないよお金が。こんにちは。半袖でも寒くないのは愛の力でしょうか。どんつくらつこい。あ、リンさんです。暑いんですよ。あ、仕方ないって言ってた。じゃあネタにするなよ、わざわざこれこれさんまで。返せってことだろ。うん、ネタにするな、いちいちめんどくせえ。うん、クリスマス終わるまでとりあえずクリスマスさえね一緒に過ごせたらいいかなと思って来てる。最初に約束したの、いつまでいるの、ちゃんと帰る日決めないとダラダラしちゃうでしょってせいちゃん。だから帰る日決めたら来てもいいよって言われたの。うん、配信もしなくなるでしょって。そう、ボーリングじゃもう決めたくない。ミツがうまいんだよボーリング。ギリ、あの逆転でやっと勝ったのよ俺。ミツに30ピンぐらいでずっと負けてたんだよ。で5ゲーム目でやっとあのね逆転で勝ったんだよ。マジでうめえんだよミツ。パワーはないんだけど、まっすぐ転がすんだよね。まっすぐなんだよ。うわいいとこ行きやがったと思って、うわストライクとか取んのかよと思って、スペアも取るんだよ。見た、ツイッター。俺体型はねプロボーラーなんだけどね、パワーで押し切った。最後は100超えてくるよ普通に。140とか行くよ、150とか。マジで舐めてた俺。うん、子供たちも楽しそうだったよ。でミツが途中からもうせいちゃんパワーだからずるいよって言われたよ。コースが悪くてもパワーがあったら隣のピンとか倒れるじゃん、パンパンパンって。それがずるいって、だから弱気でやってって言われた。弱くこう転がしてって、そうピンが弾けて飛ぶでしょあちこち、それがずるいって言われて、まあそこはねもうだから帰りたくない一心でね頑張りましたよ。うん、子供たちはどう思ってんの、家にいること。どう思ってんだろう、どう思ってる聞いてみたら、聞いてみる、聞いてみたらって。うん、第1から第4、第5ゲームまでやったんだけど、1,2,3,4はガーターつけてやった、子供たちのために。ペットだと思ってんのかね。
なんだろうね、懐いてるよ、めちゃくちゃ。カバさんつってたね。で、俺がちょっとコンビニとか行ってていない時にね、あのカバさんどこ行ったの？心配してくれて、うん、パパに なりたいけどね、うん、認めてくれるかね、パパで思ってるかね、新しいパパだと、うん、男の子はね育てたことがないんですよ、うん、また言ってるわ、柴田理恵のリスナーが、血のつながった子すら可愛がられないのに無理だろ、やかましいや、うっせえ、来るなクソババア、お会計番号でかいんだよお前、お会計ババア、てめえブロックするぞこの野郎、あ来るな、お前毎回書いてないお前、ああ柴田理恵みたいなよ顔面のよババアが書いてんだよ、気持ち悪い、来るな、それか三浦康子みたいなババアが書いてんだよ、ザマスメガネしたババアが、結婚もできねえババアがよ、うん、ブロックするぞてめえ、来るな、気持ち悪い、せめえ食ってろバカ野郎、3時だぞ、洗濯も取り込めババア、せめえ 食ってよ、そういうババアが書いてんだよ、気持ち悪い、ポリ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 せんべい食いながら見てんだろ、だろ気持ち悪い、お前の息せんべいくせんだよ、わかる、息がせんべいくせんだよ、洗濯も取り込んでこい、あいつくせえな、ワイドショー見とけよお前、やってんだろ今ワイドショー、見るなふわっち、クソババ図星だろ、金持ってんだよなそういうババアは、使うもんがねえからよ、時間ない、いや事件、事件ないね、事件が何にもない、池田がさ、なんか俺の暴露するらしいね、まだなんだよ、早く、早く暴露されてね、待ってね、うん、爆投げし、ならないよ、そういうやつはならない、老後のために取ってんだよ、そういうの、なんだろうね、見当がつかない、うん、暴露待ちです、完全に、子供はどこ隠したの？隠しました。この時間だよ。平日だよ。2時45分だよ。うん、わかるでしょ普通。考えたら。どこにいるの？パチンコなの？え？どこ行っちゃったの？学校も行かせてなくて駄菓子屋でたむろってんの、うん、あのさ子供のことガキとか言うのやめてくれる、人んちの子に62号さ、そういうコメントする人いらないわ、ちいらないわ、やめてくんない、人んちの子に言葉遣い悪くない、二桁番号ね、あなた、あの僕のリスナーさんじゃないよね、
まさか僕のことフォローしてないよね。やめてくんないそれ。大丈夫？恥ずかしいよ。うん、あの俺のことフォローしてたら今すぐ切ってほしい。いらないわそういう人。うん、謝ってくれたけど、民度低すぎない？やめて。うん、子供いるの？あなた62号さん独身？まさか子供いないよね？いるの？子供いる人？いる人だったら怒るかもしれない。ちょっとまさかいるの？独身だよね？いないやつが書いてるか。あの池田みたいなおっさんに「あるせえこのガキ」は言うのはいいんだけどね、無邪気な子供に対してガキは2人いるのに言っちゃってる。あら、なんか牛島くんに出てきそうなさお母さんじゃないよね。え、大丈夫？お里が知れちゃうよ。子供嫌いなの？嘘でしょ。子供嫌いなの？悲しい気分になるよね。ガキはダメだよ。正直捨てたい。もらうよ。もらいに行くぞ、みつ。62号さんちもらいに行くぞ。嘘でしょ。それは何？なんか悩みがあるんじゃないか、これ。どうしたの？62号さんどうしたの？何歳の子？どこの人？ガキっていうぐらいが嫌いなんだろう。捨てたいっていう子供。ネグレクトしてる？エンタメじゃないぞこれ。病んでる？ああ、なんかこれコメントで分かっちゃうわ、人のこと、リスナーさんのこと。なんかね、俺感じたよ。でも大変やからね。悩んでるのかね。悩んでる？邪魔で仕方がない。3歳と1歳。あ、これ一番だ、あの大変な時だよ。3歳と1歳って。大丈夫？あの育児ノイローゼになってないか？大丈夫か？今踏ん張れた。うん。楽しくなる。3歳と1歳だった。あれ、お父さんいないのかな？シングルかな？シングル？シングルだとあれだよね。伝わらないもんね、うん、3歳と1歳は。62号さん？シングル？どっち？親に預けて育児してない、シングル。あー、邪魔になっちゃったか。あらららら、シングルマザーで、でも自由な時間がいっぱいあるわけじゃん。うん、みんなドン引きだよ。でもそれでいいかもね。うん、愛情今持ってないのに一緒にいた方がきついかも。556？ 何書いてるの？優しく見せる。うん、556。556ってさ、潤滑油なんだけど。ねえ、クレ556って滑っちゃってる、ね、556だけにコメントがね。クレ556滑っちゃった、うん、ダメだね556は、うん、
CRC だね。あ、心がないよね。5565ね。62号さんなんて言ってた？なんて？誠司さん、もらってくれるなら生田神社に捨てときますけどどうですか？マジで？本当なのか？釣り？パパになるか？ガチで言ってんのこれ？マジで言ってる？笑えないやつだよこれ。エンタメ漫画にしとったらあかんのこれ。釣り見に行く？生田神社。え、まさかの神戸の人なのこれ。生田神社知ってるってさ、東京の人は知らないよね。関西の人かね。本当に俺生田神社って知らないんだけど、有名なの？東京でも？え、わかんないんだけど俺、生田神社って。え、神戸の人なのこれ。俺知らなかったんだけど、生田神社って有名なんだ。知らない知らない。え、関東圏でも有名？あ、陣内とノリカが、あ、そうなん。知らなかった。縁結びの神社なの。子供捨てたいって。あ、神戸なの？62号さん神戸だってよ。ちょっと待って、3歳と1歳の子供が邪魔で今すぐにでも捨てたいって。生田神社に誠司さんもらってくれるんだったら捨てに行きますだって。東門のとこ。マジかよ。この寒い時期に1歳と3歳の子供を捨てるって、マジ事件や。開示請求、あ、DM、 あ、 DM お願いします。62号さん、もしよかったら。事件です。なんで2人目産んだんだそれな。うん、特定して警察呼ぶ。やばいじゃん。犯罪だよね、捨てたら。本当に開示請求。嘘であってほしいけどね。嘘じゃねえの。うん、配信者じゃなくてよかったね。62号さん、ぶったたかれてたよそれ。配信でやってた。子供いるんですけど邪魔なんすよね。邪魔で、もう誰かもらってくんない？やってみ、荒れるぞ、沸かすぞってなるよそれ。うん、タイトル、子供が邪魔、1歳と3歳。誠司さん今どこにいるの？神戸ですよ。みっちゃんの家です。何か、うん、一切ね。では DM 連絡させてもらいますね。引き取ってもらえて助かります。あ、これはもうなんかさ、嘘って感じしない？絶対嘘っぽくない？これは嘘じゃない？このコメントしたけど。いやー、これ嘘くさいわ。いや、来ないでしょ DM 絶対。釣りだよ。うん、多分来ないと思う。うん、釣りです。3歳で1歳の、まあ、子供がね、まあ、この家に来ることになるんだけど、本当だったら大丈夫？子供大好きだからいいよ。いいの？育ててくれる？いいよ。 OK 出ました。ありがとう。大好きだからいいって。うん、あ、彼女さんの家です。そうです。じゃあ皆さん、1歳と3歳の子供が来るかもしれないんで、相手もお願いします。ミルク代とおしめ代ください。お金は僕も出したいんでね、ちょっとは。
お願いします。ミルク代とおむつ代、人の子供をちょっと育てないといけないんで2人増えるんでお願いします。もう来月からナイスもやっていい。子供4人になって、あと僕の子供1人増えて5人いい。うん、お金かそうなったらさ、うん、寂しくなるよ、ママやって。うん、そうかね。うん、うん、で1歳の子にはさ、ほら蜜のおっぱい出ないからミルクになるからミルクだよね。うん、1歳はもうあれじゃない。1歳おっぱいいらないか。うん、フォローアップでいいんじゃない。うん、で、DM の方がね、まだ来てないですね。来てない、嘘ないんじゃない多分。嘘だよ多分。組んでない組んでない。これニゴさんがそういうコメントしてて、俺が何ネタで書いてくれてしてないです。うん、いやー嘘でしょ多分。うん、やめてね62号さん。3歳の方は病気なんで1歳の方だけでいいです。あれーこれ本当っぽいな。そろそろきついな。本当っぽいな。DM ください。62号だから通知取ってるよね絶対。早いよねタヌキの番号。あーこれ本当早めだよね。62番なんかなかなか取れないよね俺んとこで。神戸だったよしかも。あ、そうなんだ。生田神社によ。本当の話なの。本当だったよ。 DM 来てないんだけど。いや取れないよ1号さん62番は。うん、通知取ってただのおっさんだったらいいんだけど、62番はなかなかだよ。普通の人なんじゃないの。うん、540チェック。何なんて書いてるの。なんかいる変なやつ。 DM まだ来てない。でも62号さん、62号さんいないんだよね。いないの。いや、いるはいるけど、1歳の方だけ面倒見てくれて、3歳の方は病気だから。うん、DM 来てないですよ。はい、623お疲れ様です。そう、面倒見てって病気なんだって。釣りだね、多分来なかったら来てない。ミツ、うん、さんのこと言ってる545さん、なんつってんの。うん、何もう、どれ、いなくない。540は分かんない、下の方行っちゃって。次書いたら、あ、邪魔だよって書いてる。お前のが邪魔だよ。邪魔なものは邪魔に決まってるってことさ、子供のこと言ってんじゃない。違うの。545さんちょっと来て、来れる。邪魔なものは邪魔って書いたのは誰に対して言ってる。子供に対して言ってる。545歳いる、来て。545さん、いい、密だよ、子供じゃないよ。ちょっと来て。545さん来て。ダメだよ、そう書いちゃう。分かった、分かったの。540番さん、どこにいんの、どこにいんの、いた？なんつってる？見えない。カバニだろ？矢印があった。540どこ？
545じゃない540だよ。今いたじゃん。どこ540どこで出てこいよこの野郎。いないんだよ。どこ見えねえ。目が見え、見えてないんか。ほら、いった。どこにいる。どこにいんだよ。どこ、どこにいる。たかたかさんの下。たかたかさん、もう一回コメントして。どこ、いないんだよね、マジで。たかたかさんいる。鈍ってるわ、動体視力が。捕まえらんねえんだけど。いる？高高さんの上をブロックすればいいの？高高さんの上、643号さんをブロックすればいいの？隣は彼女って書いてるよ。この人をブロックすればいいの？見えてないんだよね。遅い？今出た、また出た。540、どこどこどこ。ちょ、マジで捕まえるわ。ムカついた。絶対ブロックする。どこにいる、見えないんだけど。煽られてる。え、俺さ、あ、これだ。500、いた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 。バレス、やっと見つけた。あー、やっと見つけた。やっと見つけた。あれです、62号さん。うん、すみません、やっと見つけました。すみません、鈍るわ、配信休んでると。動体視力がスロット行ってきていい。スロット行けば治るかな、動体視力が。全然目が追いつかなかったわ、ごめんなさい。で、62号さんなんて、62号さんなんて、リーム来てないんだよね。どうせ釣りでしょ。うん。うん。あ、高高さん、すいませんね、呼んじゃって。ごめんなさい。もう大丈夫？うん。いや、ダメかも。みんな蜜見たい。いや、見たいとかじゃなくて。まだ蜜見て。62号さん、大丈夫？うん。まだ見たい。ま、ちょっと待って。座って。みつ、座って。みつ見たいって言うから。子供のやつは、うん、どこ行ったの？ん？うん。すいません。いないよ。いない？62号さん、大丈夫？消えた？じゃああれか、いたずらだったか。みっちゃんは配信してないんで。うん、よかったね。うん、みっちゃん、まだいてよ。みっちゃんまだいて、目の保養に。まだいて。もうふわっちえみ太郎ばっかりで飽きてきてるから、ミツみたいな目の保養がいるんだってね。お茶の間がさ、ほら、まあ、悩んでる、えみ太郎飽きてるから。でもみっちゃんだって今悩んでる。ふわっちに必要なのはみっちゃんでしょ、やっぱり。うん、癒されたでしょ。ほらほら、みんなみっちゃんだよ。えみ太郎の時代なんかもう終わってるから、みっちゃんなんだよ。あ、ごめんなさい。そうでしょ。俺よりもみっちゃんが見たいんでしょ。うん、スタイリーでしょ。そりゃそうだよね。そりゃふわっちはみっちゃんしか勝たんよ。
癒されるもう癒されて毎日配信休みたくなるでしょ、うん、みんなの密で見てたでしょ俺だって見てたよあーみっちゃん子育てのアドバイス欲しい、全然怒っても伝わらない心折れそうになるっていう お便りですありがとうございます、めちゃくちゃわかるって言ってます、669相談していいですよあこれダメだね即風呂即風呂です、DM ね来てないね来てない、みっちゃん子供いるよ、相談枠ねシングルマザー多いからね多分こっちはきついよ、余裕なくなっちゃう子供に怒るとダメっていう時はどうしたらいいですか答えできてますいつも悩んでるみんなで悩もう怒っちゃうよねみんなで悩もうそういう時はご飯いっぱい食べたらいいと思うよご飯を666あの連投ねダメ一回かけばいいのに何回もかくから連投ですお薬出しとくわあ夜中めちゃくちゃ起きるしご飯投げたり一切息子大変なの、気が狂いそうになるどんつくらすかい気が狂っちゃってママが一人助けたいね夜中起きるのはでも一切今だけやね本当に、頑張れ、頑張れ一瞬やよ、一瞬だって気が狂っちゃうあ一瞬やよ、本当に頭がおかしくなる気が狂っちゃうそうなったら、ふわっち見てね、何子育て配信してるあのネグレクトの母親見つけてアンチコメ書いたらちょっと気が楽なんじゃない、あ、息抜きの方法ねそれも大事だねどうやって息抜こうかねふわっちゃやっぱあのねそれでストレス解消してる人多いと思うよいろんな悩みとか抱えてる人いっぱいいると思うねでこうやってふざけたやつを見つけてさ叩きまくってスカッとしてる人いっぱいいると思うようんあるでしょあ、猫間ちゃんとかねもう格好の餌食だよね絶対あとしきちゃんがそうだったじゃんねえしきちゃんめちゃくちゃ叩かれてたじゃん、だからそういう人が今いないからたまってんだよねあどんつくらすこいやるですあせいちゃん見た方がいいよせいちゃん見なあリナネコもそうだねシングルマザーの配信者はやっぱ餌食だよねそういうアンチのね自分もほらうまくいかないじゃん子育て息抜きを見つけなきゃダメだねママもねあの彼氏作るとかねあとボウリングしたりさカラオケ行ったりさあの洋服買いに行ったりさ美味しいもの食べたりちょっと人に預けれる人がいたらさねあのもしさ身内でさ預かってくれない人いたらあの俺が面倒見るよ三つもちょっと行ってきなデートに彼氏といや本当いいねそれ託児所やるよじゃあ神戸で神戸支店で全国展開するからめっちゃ楽しそう日常保育やるから三つがいるから安心でしょおやつもちゃんと出すしだ料金は高いですよお金取る、取るよなんで取るの1時間5000円取るよ
一応最初は神戸から、うん、やって、まあ、東京とか大阪とか、うん、いろいろ展開していきたい。九州とかね、うん、あ、このままで愛子さん吸わない、大丈夫、うん、あ、友達になりたい。ちょっと距離が近すぎるわ、ごめんね。やったー、ダメ、やめて。距離が近い、友達目線で見るんだったらやめて。お友達になる、うん、やめて。いいじゃん、うん、ママ友、ママ友、うん、うん、ちょっと距離が近いわ。いっぱいママ友、うん、トラブルしか起きないからやめて、うん、あ、旦那預かってほしいって、子供より。それはちょっと無理やね、旦那さん、うん、無理だ、ダメだって。ママ多いんだ、うん、あの、ママやってる人どれぐらいいる？私、あの、子供います、子供み、あの、育てながら配信見てます。嘘でしょ、すごい、嘘でしょ、いつも話聞く。ちょっと待って、めちゃくちゃいるんだけど。ほんと？絶対おっさんが手挙げてるおっさんが手挙げてる。ちょっとおっさんいるでしょ、男の子4人。ゲイバーのママは手挙げないでよ、ゲイバーのママは手挙げないでよ、あのママね、普通のママ。みっちゃんとママ友になりたい？なりたい、みっちゃん。距離近すぎるからちょっとダメ。いや、でもそういう人がいるとトラブル起きるから。絶対すごいよ、 DM そんなしたら返せないよ。こんなシングルマザーが悩みそうだ。ミツが送るかもしれない。いやいやいや、ちょっと待って。聞いて、ちょっと聞いて。ツイッターやってんのよ。DM 開放してんのよ。聞いて。ね？あの、めちゃくちゃそんな相談されたら、無理だぜ。ミツの方が送ってるかも。全部返してんだよ、DM。全部返してんだろ？ほとんど。たまに？たまってる今。溜まっちゃってるって、DM が返す。だから言ったじゃん、返せないって。いいじゃん、別に。すごい量なんだって。DM の量が。うん。おっさんがシングルマザーになりすまして LINE 教えてくださいとか始まって、みっちゃん、今日のパンツ何色履いてんの？もうその時点でわかるじゃん。どんなパンティーどんなブラジャーつけてんの？その時点で聞いてくるよ。なりすましてあるよ、それ。うん、ママさんいいよね。 LINE でさ、言葉だけだったら分かんないよ、メッセージだけだったら。みっちゃんと同じ下着買いたいから、どんなパンツ履いてんのって。一緒に買いに行こうよ。ダメだよ、おっさんが履いてんだよダメだよ、それ。うん、子供のお話したよね、いっぱい。あ、そう、うん、ダメよ。ネイビーのティーバッグな、いいよな。ネイビーのティーバッグはいいよな。生です、すいません。シングルファザー、もうすごいよね、尊敬する。女の人でも大変やのに。そんなの簡単だよ。いや、男の人は倍尊敬するね。簡単だよ、すごいと思う。シングルファザーなの。俺でもできるよ。できないよ、できる、簡単じゃないと思う、うん、あ、まるさんね、まる知らない、ふわっちのまる、うん、知らないって。できるよ、誰でもシングルカバー。できないよ、男の人は、うん、マルさんいるでしょ、うん、双子の。僕はできますよ、うん、仕事をさ、ちょっと変えなきゃいけないけどね。双子なんだ。残業とかできなくなるけど、シングルファザーはね。だからフワッチやればいいんだよ。そんな簡単じゃない、うん、マルちゃんがアホすぎてダメ。アホなの、あの人。パチパンチもやってるわ。うん。あ、ガチです、怖い。新パパを舐めるの、すいません。
破壊王秀兄さん、な破壊されんのこれ、怖い名前が、この人、あ、新パパ、あすごいじゃん、あ怖いよ、なんかガチレス、ちょっとお断りなんだけど、エンタメやんか、プロフィール見てよ、怖いな、プロフィール見て、ガチレスちょっと勘弁してよ、怖い、エンタメやんか、冗談やんか、そんな怒らんといてよ、あ、配信者さんか、怖いな、マジで破壊よ、だって、あー、エンタメだからね、ヒデ兄さん勘弁してよ、あ、解体屋だから破壊王なんだ、今度見に行きますね、破壊王さん、うん、重機で壊すんだ、人んちを、嫉妬しない、うん、お前が、お前がアラブ、赤道、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソモソ、シコイン、お前がトップ1、ママがいないとやっていけない、ママさ、そーりゃ、ラスコイン来た、うちのママ、あ、道路壊してんの、パチコメお願いしますよ、皆さん、パチコメ、あ、ありがとうございます、パチコメお願いします、うん、道路も整備してんだ、あ、見たことあるかもしんないな、なんか現場のやつかなんか、ユンボーとか乗ってる人かな、ユンボーからさ、なんか配信してる人、なんか見たことあるかも、うん、現場系の、あー見たことあるわ、あの人か、あーなるほどね、 ユンボーからやってるよね、あー道路を剥がして、アスファルト剥がしてる、見たことある、ああの人なんだ、うん、あれはね、斬新で面白いと思うよ。あれはでも、あの、ユンボーからの絵もいいんだけど、あの、誰かの作業員から、こう、のアングルも欲しいよね。中からだけだから、外からの絵も欲しいよね。無理なんだろうね、多分ね。うん。あ、今もそうなんだ。頑張ってくださいね。ヒデ兄さんね。うん。シングルファザーだって。偉いよね、うん、ご飯をさ代わりに作っといてあげたいよ、752チェック、偉い、なんかスルーしてる、俺見えてないのかな、俺、あ、これか、うん、すごい守ってくれてる、バリアついて、 SP ついてる、みんながこいつダメだよって、すごいね、守ってくれてる、うん、優しいね、みんなね、うん、3つのことをディスられたら、いいママさんだね、うん、あ、いや、動体視力落ちてるかもしんない、俺マジで見えてないわ、一緒、前は見えてたんだけどね、756、うん、あ、これダメだ、うん、ダメだ、すごいわ、みんな守ってくれる、老眼かも、動体視力が追いつかない、ね、こんな守られてる怪人な彼女いないよね、こんなに、え、 25? まあ、25はバラしてないでしょ、25だよ、756さよならって書いてるだけだよ、うん、バイバイってことだよ、そういうこと書いちゃダメだよってこと、うん、あちこいなかったからね、マジで、うん、25さん大丈夫よ、うん、759?761 チェック、うん、75759、変なのいる ?759、 いやセージはガチ恋少ないからよかったね、なんでブロックなのこれ、うん、全然大丈夫、書いてないよね、うん、大丈夫なんだよね、だそうやって悪乗りしてくるリスナーいるからさ、蝶々つけて外す、ちょっと待ってよ、外さないでよ蝶々、なんで外すの、7623教えて、なんでなんかした、俺
うん、嘘指示も書いてくるからさ。なんで、なあ、ミルキーちゃんドンツクラスコイ外さないやよ。ラブだよ、ドンツク。ミルキーちゃん。なんで762762号さん、なんで蝶々外すの。パチコミお願いしますね。うん、すいません、どうしたの、どうしたの、なんかしたの、俺なんかした、何もしてない、ただカマチョコメント。ガチ恋さんいないと思うけど大丈夫そう、ミツさんの島はないんだけど、勝手にあの蜂蜜のマークをね変えてくる人いる。何もしてないでしょ。 なんで蝶々外そうか迷ってるの。どうしたの762号さん、うん、いるわけないよな俺なんか、うん、かわいいでしょ。うちの蜜言いますね、うん、かわいいでしょ、みつ32歳で。うん、みつはかわいい、せいじ大事にしてるよ、大事にします。うん、いろんな、でも邪魔してくるやつがいっぱいいるんだよ、札幌駅だとかさ。うん、今さらさ、あの暴露枠とかさ、めんどくさいんだけど、うん、そうなんだよ、うん、私が一番誠司さんのこと思う。ツナじゃんこれ、はい、ツナちゃんじゃん、はい、やめてよちょっとそうだよ、ね、気持ち悪いって。ミツが一番大事にしてくれてるよ、ツナやめてください。仲間やね、ちゃん、うん、いいよ俺そういうのは仲間や、うん、本人でしょ多分これ。もういい加減にしてよ、うん、あ、大きなお世話ですよ。785さん大丈夫ですよ、ちゃんとわきまえてますからその人、ええ、大丈夫です。一緒にやったらいいよ。ミツはね、女神だと思うね、俺も。師匠に会いたい。あ、エミ太郎見てからミツ見ちゃった。やめて。わかります。うん、それはわかります。言いたいことはわかります。いて、すいません。すいません。それはエミ太郎にかわいそうだろうって、あの、つねられました。指、逆方向におられました、今。めちゃくちゃかわいいから。ええ。すいません。女の子はみんなかわいい。みんなかわいいって、うん。女の子ってだけでかわいいね。うん。まあ、エミ太郎ちゃんも人気あるからね。うん。ね、いい女をゲットしたよね、ルイジさんは。うらやましいよ。うん。ね、配信者の彼女と結構アンチつきやすいんだけど、ミツはあのそんなにいなくてよかった。うん、俺がさアンチ多いからさちょっと心配してるんですけど、ね、俺が切られてるから、うん、よかった。あ、せいちゃんのどこが好きか、それさ4時間で足りる足りなくね、それやめよう、あと2時間しかないでしょ、それやめようよ、尺が足んないわ。うん、いやもう10秒じゃ言い切れないでしょ、だってありすぎて。うん、聞きたい、どうする、彼女32歳大型、身長が165、体重が45。165もないね。ない。うん。誕生日が7月31日。
夏女。うん。背でかいんだよね。うん。大きい。どこが好きなの？言ってごらん。遠慮しなくていいから。言ってごらん。聞きたいってこと。どこが好き？うん。いっぱいあるよ。いいとこをいっぱい見た。いっぱい見たって。うん、見つけた。見つけたって。うん。どこ？教えてくれ。ないんじゃないの。うん。一番好きなところ。一番好きなところ？うん。なんだろう。パッとインスピレーションで。子供らの前のしんちゃん。好き。それは営業妨害だよ。バスケ聞くなよ。それは営業妨害だって。じゃあ聞くなよ。それはダメだよ。次行ったら。お金がなくなったカバとも一緒に入れますか？今ないのと一緒やね。そうです。それどういう意味かわかりますか皆さん？それどういう意味かわかりますか？今ないのと一緒やねって言われたんですけど、どういうことがわかりますか皆さん？頭の回転の速いリスナーさんだったらわかると思うんですけど、どういうことがわかりますか？いい、うん、わかります。ないのと一緒って言ってましたね。どういうことですか？そう、そういうことだね。うん、うん。だからやっぱそういう時もあるからね、やっぱ。うん、そう、全部持ってかれちゃうでしょ。それでも一緒に行ってくれる。うん、そう。お金はほとんどみっちゃんが持ってくれてる、全部。だから勘違いしてる人何人か、俺と一緒に付き合ってるのは俺が金持ってるから、金目的で聖女を選んだって思ってる方いるんだけど、何人かね、にわかの人が。逆なんだよね。逆。うん。お金がなくても面倒を見るって。そう。聖女が金目的じゃないよ別に。俺は本当に好きだから、もう5ヶ月ぐらい粘着してね、やっとの思いで付き合った。うん、そうなんだ。からといってみっちゃんが金持ちだからアイテム投げるなよとか言わないでよ。金持ってるのが密にほらもらえばいいじゃんとか、そういうのやめてよ。うん、俺は これがお仕事なんだから。お仕事？うん、うん、そういうふうに言っちゃうとねあれだからね。うん、そう、信じてください。うん、だからこれからも僕は銭ゲバで行きますから、ね、金ないんだよ、なくなっちゃう。うん、裏切んない。風俗じゃないんだよ。誰が言ってんの、さっき昨日から風俗なんかやったことないよ。でも、ね、立派な仕事やと思う。こんなに可愛いからお金が持ってる、つまり風俗なんだろう。違いますよ。うん、なんで風俗嬢に従うんだろうね。うん、やめてください、うん、勝手に書かないな、名誉毀損だよ本当に。やめて勝手に。銭ゲバ最強ドン作らすからやです。あー、この人すごい人だね。この人すごい人、今日フォローバーしてくれ。ありがとうございます。お金の余裕のある人はね、応援してくれる。うん、
みっちゃん政治リスナー長いね、うん、どんぐらいから見てる、何年ぐらい見てる、歴代の彼女みんな知ってるよ、ずっとやってる、歴代の彼女全員知ってるってやばい、まずいね、子さんじゃねえ、歴代の彼女全員してるって子さんで、ずっと張り付いて見てたわけじゃないから、あ、チラチラ見てたぐらい、うん、子さんです、まさかの女の敵だわ、猫マモ女の敵だよ、うん、敵だわ、分かってくれてるからまあいいよね、説明しなくてもね、あとでアンチさんがさポンプ入れてきても大丈夫なわけじゃん、見てるから自分で、猫マちゃんも知ってるんじゃないのかな、あ、アラブルも知ってるんじゃない、うん、高橋とルイジトリプルデート配信はないですね、うん、水戸のママ知ってる、うん、知ってんの、なんで顔引きつってんの、板場も知ってる、もういいって、もういいって、うるせえ、うるせえ、またレイカね、あ、そうだよ、他の女の話するなよ、いや、大丈夫なんだけど、それで、だろ、ダメなんだろ大丈夫だよ、大丈夫、はるかね、リリーさんね付き合ってない、今入れてませんよ、うん、あ、みっちゃん抱きに行くって女だけど抱けるの、え、みつが、うん、みつが抱くの、うん、女の子、え、抱ける、いや、あいこ付き合ってない、入れてないよ、うん、ガチレスいた、もうやめてよ、もうみっちゃんちょっとコーヒー飲まして、なんかある、インスタントでもいいから、あったかいコーヒー飲みたい、あるよ、ちょうだい、うん、でもブラックしかない、いや、なんか牛乳かミルク入れてよ、なんかない、粉、なんかほらブレンディーみたいな、ココアしかない、ココアしかない、ミッツのブラックかココアしかない、どうするか、なんかカフェオレみたいにない、ないね、ないか、ミッちゃん行かない、離島でもさ、うん、コーヒー飲みたくね、牛乳かミルク入れてさ甘くしてよ、砂糖入れて、牛乳あるでしょ、牛乳、うん、ないの、ないマジか、いやなんかちょコーヒー飲みたいじゃん、カフェオレ、てこ、え、コーヒーにココア混ぜたらどうなの、そうする、え、いや、もう寒いから外は行かなくていいけどさ、うん、コーヒー飲みたい、あったかい、待って、カフェオレ待ってて、うん、カフェオレ、あ、ウーバーでもいいじゃない、うん、うん、待てる、待ってるよ、甘いやつ飲みたい、寒いじゃん、半袖だけど、うん、なんで乾くやん、ああ、これでいいよ、一番スターバックスラテ、甘いの、うん、甘いの、甘いのでしょ、スターバックスラテって、わかんないんだよ、スターバックスラテって甘いでしょ、 これでいい、これでいい、甘いでしょ、スターバックスラテ、うん、甘い、甘い、ホワイトモカ甘すぎる、甘すぎる、甘くない、甘くない、それでいいよ、うん、これ、うん、砂糖入れて、じゃあ備考欄に砂糖くださいって書いて、あ、低脂肪タイプ、低脂肪、無脂肪、何がいいのこれ、ミルク、わかんない、普通のでいいよ、普通の牛乳で、無脂肪、無脂肪でいいよ、あ、ホイップ多め、普通のオーソドックスなカフェオレ飲みたいの、今日知らねえ、うん、
これでいいじゃん、普通のこれで甘くなる。これで、あとはシロップ入れてもらえばいいんだよ。どうやって？シロップっていうかあれか、砂糖。砂糖は、砂糖あるでしょ家に。砂糖あるけど、お砂糖入れるの？お砂糖入れるよ、コーヒーに。蒸しも美味しくないよ。ホイップ乗ってないよ。ホワイトモカは甘いよね。ガムシロつけて。ホットコーヒーはさ、普通のあの砂糖でいいんじゃないよ。キャラメルの方が美味しいんじゃない。彼女ですよ。ホワイトモカの方が甘いんじゃないね。普通のカフェラテがガムシロになるとダメだって。ガムシロでいいの、あったかいコーヒーに。ホワイトモカ甘いって。いや、ホワイトモカはちょっと甘すぎる。甘さ控えめできんの？え、何も入れなくても甘さ、そうだよね。そうなんだよ、めっちゃ甘い。296バカがいるね。なんて書いてある、こんな平和な枠に。296バカがいる。あ、これでも別に大丈夫かな。セーフ。心配してくれたでしょ。いいね、じゃあこれで。スターバックスだったらエスプレッソとミルクで甘くないよ。エスプレッソとミルクだけで甘くないよ。296やばい。何が？子供帰ってくるようでしょ。どこにいるの？なんか書いてた。296。ん？296か、297じゃないか。296どこにいるの？いる？296号さんちょっと来て。296号さん、296号さん、おーい、296号さんいる？どさくさに紛れてアンチコム書いてんじゃねえぞお前。おーい、まあまあありきたりなさ、まあコメントで三つキモいでしょ。ちょ来て、いたいた、どこにいた、いたぞ、見つけろ見つけろ、見つけるぞ、絶対見つけろ、せいちゃん見つけろよ、絶対見つけるぞ。296号さん、あたいって言ってる。あ、あなた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 書いた？296号さん、あたいって言ってる。書いたよとは言ってないんだけど、これ間違えてバラスしたくないから。296号さん本当に言ったの？書いてたの？296号さん、あたいって言ってる。悪口書いてたの？296、自分で本人で言ったか言ってないかちょっと確認取りたいんだけど、もう一回書ける？同じこと。ミツの目の前で直接言える？あと自分の顔を見て。それが言えるんであればバルスしないんだけど。ん？あ、言ったの？あの、言ったのはいいんだけど、今度ミツの目の前で、本人の目の前でミツキモって言える？自分の顔見て。嫌だ、傷ついちゃう。言える？めちゃくちゃ可愛いんだろうね。大丈夫？296号さん、言えるの？本人目の前にして言えるんだったらいいよ。大丈夫？言えるんだったらブロックしないけど、言えないんだったらダメだよ。言えない？言えるの？本人の目の前で言えるの？296号さん、もう書かないで。分かった？謝ってくれる？296号さん、謝れる人？謝れるのか聞いてんの。ごめんねは女の人だからさ、素直な人だと思うんだけど。謝ってる？296号さん、謝ってくれる？いなくなった？
謝れない人かな。はるさん、どんつくらすかい。みつさんは綺麗だよ。みっちゃん美人です。ダンスクラスかいです。まあ、ありがとうございます。大丈夫。謝れないね。女の人なんだね。あたいとか言って女の人でそれ書くってことは相当自信があるんだろうね。またお店来てね。どこのお店かな。それ風俗とかだとあれちょっとまずいんだよ。どこのお店それ。風俗場書いてるそれ。どこのお店。ご飯屋さんだったらいいんだけど。やったな。やってないです。来た。なんて書いてる。296来た。どこにいる。296。あ、蜜には負けるわ。あ、じゃあそれ分かってんのね。でも書かないでね。キモいとかキモくないからね、仲直りして。ごめんね。296号さん大丈夫。大丈夫。オッケー。大丈夫かな。それでたまに煽ってくる人いるからね。ここまで来てて手のひら返しする人いるから。いいよ。大丈夫かな。296号さん。仲直りできるかな。みつ優しすぎるんだよマジで。本当に。またイチャイチャしようね。俺とどういうこと。俺はあの風俗嬢が ここに来てるってこと。俺が通ってた風俗嬢が書いてんの。またおなんかお店来てねとか言って。蜜とじゃなくて、そういうのはないからね僕は。俺は蜜しか愛してないんだから。やったな。やってないですよ。予約入れないですよ。もうまた予約入れないですよ。やってないですよ僕は。やったな。蜜しかね、やっぱり興味ないしね。入れないですよ。五反田来てません。やめてください。せいちゃんすぐ行かないよ。え、ダメだろそれは。吉祥寺来てた。行ってないよ。篠田山は行った。篠田山は行った。それはもうすいません。みつみつ言っといてごめんなさい。行きました。みつろさんの時に。病気うつさないですよ。もう東京に帰ってもすぐ来たでしょ。だから風俗も行ってないんですよ。あの矢部美穂って前可愛かったよ。今おばちゃんじゃん。それさアンチコメなの。矢部美穂ってもう可愛いんだけど、それアンチコメ。よくわかんないんだけど今おばちゃんになっちゃってるよね。昔の矢部美穂ちゃんのこと言ってる。嬉しくない？アンチコミじゃない？どうなんだろう。すごいなんかグレーゾーンなんだけど俺の中で。今も綺麗なの？美人になる？嬉しくない？どっち？世代が違う。今も綺麗。嬉しくない。じゃあブロックします。矢部美穂って書いた人ブロックします。いい、ええ、今も綺麗なの？気をつけて。ブロックします。今老けて綺麗じゃないと。ほら矢部美穂
ダメよ、カイちゃん。分かった？アンチじゃない？うん、全ブロックするわ。綺麗じゃん。よかった、人間不信だから。信じられない。何歳からおばさんなのかってふわっちで言ったらね、まあおばさんでも40超えても50超えても綺麗な人いるからね。ミツ様、アンチも優しいですね。ドンツクラスコイ、あー、ありやす。優しいって、なんだろうね、おばさんの定義なんだろうね。おばさんの定義何？僕41なんだけど、おばさんになったなって思うこと、うん、初対地見たら見た目が柴田理恵はおばさんだね、完全に。877号さんなんて書いたの？もうあのさ、877号さんバルスって言ってる人が番号でかいのね、858番だから、まず信用ないんだよ。一回見るね、この人もちょっと信用ない、来たばっかりだから。多分違う人のことをバルスって言ってる。877号さんね、なんて書いてる？877号さん探すのはめんどくせえ、これ877号さん、ちょっとあのね、難しいっすね、ちょっと難しいわ。あ、矢部美穂に失礼って書いてる。これダメだ、これバルス、これダメ、うん、鈍ってる完全に。うん、これバルス、大きい番号本当に信用ないんだよ、マジで。800番台とかごめんね、疑っちゃって。うん、そう、密は密でいいよ、もうね、誰々に似てるとか誰々で可愛いとか可愛くないとか、もううんざりだよ、もう。もう密は密なんだから、いいでしょそれで。うん、でしょ。うん、もう誰だ、似てるとかいいっつってんのに書くな、いちいち。もうブロックするよ。 Do as Infinity ミツさん、ボーカルにいて、もうバルス。35さん2桁だけど、もうめんどくさい、誰だ似てるとかね、気持ち悪いよ、もうさっき言ったばっかり、なんで言うの。バルス、35さんね、誰だ似てるとかやめて。うん、つまんねえから。うん、あ、許せないよそういうコメント、俺マジ。うん、928号、もういいって番号書くの、もう俺全部見てるからね。俺あのアンチコメやったら全部自分で処理できるからね、見てんのよ全部。うん、大丈夫、書かなくて何号バレスとか見てるのね全部。番号書かないで、もうね、見てんだから全部、全部チェックしてんの。うん、大丈夫だから。お姉さんの香りがする、綺麗なお姉さんの香りがする。うん、
ちな、あーみたいな、あーあーみたいな感じ、わかる？あーあーみたいな、そんな香り、うん、香水はね、なんだ、シャンプーはね、俺と同じやつかな、ミツに教えてもらったやつ、なんだっけあれ、ルーティー、ルーティールーティー、わかる、ルーティー、うん、ルーティー、わかる、シャンプー、ルーティー、これで、これ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 。エクステもあります。これだね。ルーティ。そう。そんな高くないよ。3500円シャンプー。3500円。香水は使ってない。うん。ルーティ。エクステつけてる。うん、苦しい、うん、子供たちは何で洗ってんだろうね。子供らは別シャンプー、うん、別のシャンプーだ。高いやつかな。パンテーンだね。パンテーン、あ、パンテーンだ、うん、分けてるね、子供と。子供なんかね、やっぱ油がね、落としちゃいけないでしょ、あんまり。だメリットでいいと思うよ。俺、子供の頃メリットだった、俺。あとは、何だよねー、だよねー、なんとかだよねーの CM の、なんだっけ、昔流行ったじゃん。だよねーが、CM やってたやつ。知らない？シャンプー。ティセラ、ティセラ、ティセラ、俺子供の頃ティセラ知ってるね。ティセラ、ティセラ、ティセラ使ってましたね、僕。あ、もうないの。ティモテも CM すごかったよね。あ、知ってる、ティセラ。ティセラめちゃくちゃいい匂いだったよ。朝シャンしてたからね。匂い良かったよね、ティセラ。うん、うん、もうこれ脱ぎな、コート滑るじゃん、これ。もういい。うん、脱ぎな、このコート。こんにちは、みっちゃんいるよ。今日レアですよ、みっちゃん。そんな前に出ないからね。俺が今強制的に出させて。もういや、今日はね、ちょっとスカートが滑る。あ、スカート脱いじゃない、じゃあスカート映んないから。行かない、ほら。逃げちゃった、すいません、ごめんなさい。あ、全身コーデ見たかった、逃がしちゃった。冷蔵庫に映ってるの気づいてる？冷蔵庫がないんだけど、まずどうしたらいい？どこのこと言ってんの？冷蔵庫なんかないよ。うん。冷蔵庫ないよね、まず。後ろの網やみはね、これは、あれかな？ボールをね、こう投げて、 あっちにこう通せるかっていう時に使うね。子供とキャッチボールする時にボールがあるんだよ、こんぐらいの。それをうまくこの四角の中に通せるかっていう、投げる時に、ね、投げて、その時に使う。あ、ストラックアウトみたいな感じか。うん、そういう時に使うね。そう、なかなか通んない、やっぱりちっちゃい四角が。
こんぐらいだから、うん、だから野球をねちょっと教えたいなってのあります。うん、檻じゃないですよ、うん、難しいですよ、うん、あんまり強制したらねめっちゃ嫌がるから、うん、あ、障子貼ってもいいね、正月ね、障子貼っちゃうこれ、うん、まあこっからねたまに子供がねあのお菓子とか入れてくるときあるよ、この状態でカバさん、カバさんってお菓子ここからこうやって手渡してくるときあるよ、うまい棒とかこっからカバさんおやつあげるって、まあだから動物園のカバだと思ってんじゃない、多分動物園の感覚で多分見てると思う、うん、優しいよね。でタバコもさ取ってくれたりさ、こっからタバコもらうときあるよ、飼育係だね、うん、檻だね、うん、来てくれたグーバイツ、そう、子供ちゃんにタバコ取ってっつって、アイコスも入るじゃんこれ、はいっつって、いいよって、かわいいよ、ウーバーに頼んでくれた、コーヒー飲みたくなっちゃってさ、うん、優しいよね、うん、生き物がかりだね、ちっちゃいのにね、うん、いやこれでも結構使用用途ありますよね、結構ね、あのほらまあ子供が大きくなったらさ、ここ子供部屋に考えてんだけど、思いっきり木の板よりも穴が開いてた方が何やってるか分かるじゃんね、四角を作らないためにもこういうドアはいいんじゃないかな、うん、俺もさこれ一人でこもる時あるんだけど、何やってるか一目瞭然なわけで、だからこれもいいと思う、プライベート、うん、なくなるけどね、うん、あ、子供からしたら嫌だね、うん、まあ一人でねやりたい時ね、男だったら、うん、可愛い彼女はねどこで出会ったか、うーん、リアトツ来てくれましたね、リアトツ町、そうだね、思春期だったらまあ塞いであげればいいか、なんか紙かなんかって。これちっちゃい時登ってたよ。嘘でしょ？これ？あのアクロバティック。マジで？うん、あ、みっちゃんと同い年＆誕生日1日違い。素敵すぎて憧れます。これから応援させていただきます。ありがとうございます。女性の方。ありがとうございます。どん作らすこい。パチコミサボってる？パチコミサボんないでよ、みつ、あれ充電なくなっちゃった、貸して、みつのみつの充電ない、アイコス、あっちやね、あっちの部屋じゃない、これ充電しといてくんない、そう、パチコミお願いしますね、サボんないで、パチコミは、8個目お願いします。あ、めっちゃいい匂いするわ、コーヒーの、これ蜜も頼んだんだ、どっちだ蜜、甘くなかったら飲んでる、あーね、2つも頼んでくれてる、甘くなかったら文句言うから2つ頼んでくれてる、ありがとう、どっちがいい、どっちがいいかね、文句言わないけどね、言うかね俺、砂糖入れるよりマシやる、まあね、気が利くね、スカートはアナイです、アナイ、
朝行ったアナイ、わかる？アナイアナイ、多分ね、その社長さんの名前だと思うよ。アナイっていう人が作ってると思うよ。アナイ、あの柔道でもいるでしょ、アナイ選手って。アナイっていう人が作ってると思う、うん、アナイって有名でしょ、これ知らないけど、うん、人気なの？アナイって。ちょっと一回飲んでみるね、両方。どっちが甘いか。にっか。これブラックじゃない？あ、こっちだわ。こっち苦い。これあげる。砂糖入ってなかったっけ？あ、これだ。砂糖入ってた。二人も子供いて、もっとまともな人と付き合えないのか。おやおや、それは僕に対して言ってんのかな。ん？誰に対して言ってんのそれ。ん？まともでしょうよ。うん。ダメなの？こういうカップルがいたらね、うん、まあセーフなんだよね、セーフ、正論です、すいません、こんな男やめとけ。そうなんですよね、うん、ごめんなさい、兄ちゃんも謝って、こんな変な男と付き合ってごめんなさいってごめんなさい、私がちょっとでも更生させますと、更生させるんで、できない、聞かないの、うん、ね、誠治って結構女ボケするタイプだよね。いや、そんなことないですよ。仕事は仕事でちゃんとやらないといけないなって思ってます。うん、いや、しないです。女ボケはしないです。まあ一途だからね、そこがなんか女ボケってなんか勘違いされちゃうかもしれない。ミツ様の一人の配信ないですね、ないです。うん、これ電話じゃないですね、これ炊飯器ですね、炊飯器の音、うん、聞こえるでしょ。あ、気にしないで。もうさ、これ炊飯器もううるさいからもう買いに行く。炊飯器、炊飯器、電話電話って言われるの、この音が。電話じゃないんですよ、炊飯器なのよ。勘違いされるわこの音で。家庭音、家庭音ね、うん、どんなのか、多分ダイハツ。あ、違う、なんだっけ、なんだっけ、どこのだっけ、どこだっけ、いつのグミ食べたでしょ。食べた、車だ、そこ。なんだっけ、東芝。あ、東芝だ、うん、東芝の炊飯器使ってます、ごめんなさい。ダイハツは軽自動車。うん、車でお米炊いてないです、うん、ごめんなさい。なんと、うん、買いに行こう、もう炊飯器もうるさいわマジで、勘違いされるわ。うん、ほんと常識ない、すいません、ごめんなさい、うん、気をつけますね。 DM 来てないな、62号さんないわ。嘘だったのね、やっぱり、うん、ああね、なんかご飯はあのガス、ガスで炊いた方がうまいらしいね。そんなガスなんか無理じゃない、一般家庭でガスで米を炊くって、
まだやってるバカ、じゃあやめるか、もうやってたらダメなの、終わるか、そろそろ4時だし、もうなんか長時間やっちゃダメらしいよ、やめる、じゃあ終わるか、枕されないじゃん、だって誰が見ればいい、誰を見ればいい、イッキリストさんの暴露じゃない、200人でやってるけど、イッキリストさん見るしかないね、あと部長山田、あきこママ、スケロク、うん、で終わるか、うん、帰ってくるしね、うん、またね、うん、終わっちだよ、うん、終わっち、真っ黒で閲覧200はちょっとセンスがないというか、やめた方がいいかもしれない、うん、ちょっとねセンスがない、もう終わっちだよね、暴露ってタイトルつけて200人しか来ないって、もうリスナーに戻った方がいいかもしれない、一回200人って暴露だったら1000人超えなきゃダメだよね、うん、夕飯はこれからだね、何しよう、何しようか、みんな何なんやろ、何がいい、何すんのみんなは、何がいい、そう、ソースないもんね、あの人ね、おでん、何する、みんな今日はカレー、すき焼き、お鍋、あ、お鍋多いね、いいな、あ、すき焼きね、作りに来てほしい、生姜焼き、蜜の生姜焼き美味しいよ、うん、とんかつ、カレー、苦しい、本当に、うん、お腹、ちょっとさ、最後にみっちゃんスマイルだけ、おつやよして、おつやよ、おつやよ、終わります、おつやよおつやよおつやよ、もうレアですよ、このカップル配信はあの本当に月1回ぐらいですよ、もう見れないからね、もうレアだよこれ、いつも一人でやってるんだから、うん、おつやよ、見納めですね、マジレアですよ、ありがとうございました、うん、マジでレアです、いつもミツがいない時の一人でこっそりやる、だってミツが一緒にいるとミツ出せミツ出せって言ってくるから、ってことなんで、あの今日あの初見さんいたらね、あのフォローお願いします、フォローが3人しかさっき増えなかった、うん、フォローしててください、ツイッターも見てくださいね、はい、配信しないときはツイッター更新するんで、ありがとうございます、また、いや増えたのに、前はもっと50人ぐらい増えたのに、全然フォロー増えてない、フォローしてください。ありがとうございます。またね。ありがとうございます。神戸からでした。ありがとうございます。おつやよ。